皆さん、浅井研究室へようこそ。私たちは高分子材料に関する研究を行っています。高分子は工業分野などにおいて広く利用されており、現在の私たちの生活になくてはならない材料です。また、現在重要な課題となっているエネルギーや環境問題においても、高分子を含め材料が大きな役割を担っています。当研究室では様々な機能を有する高分子材料を対象に、その基礎から応用まで幅広く研究を行っています。当研究室の研究テーマは大きく3つに分けられます。1つ目は、高圧二酸化炭素を利用した結晶性高分子、および高分子ブレンドのナノスケールの微細な構造形成や物性改善に関する研究。2つ目は、導電性高分子複合材料、およびイオン伝導性高分子に関する研究。3つ目は、振動騒音対策材料についての研究です。また、最近特に注目して研究対象としている高分子として、ポリ乳酸があります。ポリ乳酸は、再生可能な資源である植物を原料として合成することができる生分解性高分子であり、環境に優しいプラスチック材料です。このポリ乳酸を様々な用途で使えるようにするための研究も行っています。当研究室では様々な高分子材料の構造と物性を調べるため、多くの装置を使って研究していますので、その一部をご紹介いたします。これらは成形加工のための機械です。混錬機により2種類以上の高分子を混ぜてポリマーブレンドを作成したり、高分子に機能性粒子を混ぜて複合材料を作成したりします。作成した様々な資料をさらに高圧二酸化炭素などで処理して結晶化させたり、またそれらの熱的、機械的、電気的性質などを測定します。また目に見えない微細な高分子結晶の構造を X 線解説や X 線散乱などを用いて調べます。また当研究室では実験を効率よく行うための自動計測やデータ解析のためのオリジナルソフトも開発しています。研究室のキーワードは、高性能・高機能なポリマーハイブリッドを目指してです。環境に優しいという性能も含め、優れた高分子材料を目指したオリジナリティある研究に興味ある方は、ぜひホームページをご覧ください。